では続いてのカーマニアの方こちらです。リンカさん、はい、よろしくお願いいたします。お若いですね、リンカさん。今23歳です。おお、この車に乗ってる。そうだよね。リンカさんの車ですよね。そうです、21の時に買いました。これは WRX-STI の VAB っていう型です。なんでこれにしたの。もともとそんな車好きじゃなかったんですけど、たまたま YouTube で、あの新井俊博選手がラリー走る様子を見て、もう一目惚れして、もうその2週間後に契約しに行きました。新井の彼女違う。いやでもこれどう見ても新井だよこれ。いやでもどう見ても新井だよ、ね、それこそね、はい、21の時に、はい、いいと思って2週間後に通って、はい、これいくらするんですか。あ、でも中古だったので、300万。このカラーリングで。あ、これはもう真っ青の状態で買いました。あ、真っさらだ。そこに貼ったんだ。はい、これを、はい、これ全部ステッカーは、はい、本物を見て本物に合わせて貼ってったんですか。そうです、自分で、うん、これはあのニュルのやつなんですけど、うん、全部自分で貼りました。これって売ってるんですか。売ってる売ってる売ってる。これ売ってるの全部。あとは自分で作ったりするよね。そうです、カッターで切ったり、あとさ、統一性がないんだけど、ファルケン、これタイヤメーカー、ハンコック、タイヤメーカーすいません、うん、いいんですよ、いいの雰囲気なんですよ。いじめてどうするんですか。俺からすると、本当に車好きなのか。大好きなんですよ。そうそう、もういいんです。これ街中走りますか。普段は基本街走ってます、これで。めっちゃ目立つよ。これは目立ちますよね。結構見られますね。かっこいいよね。で、実際、例えばいろんなね、スポンサーのついてるじゃないですか、うん、スポンサーからなんかお金とかもらえるの。いや、何も。何ももらえない。あ、そう。勝手につけてんの。あ、そうか。いや、なんかでもほら、こんな可愛い女の子やってるとね、いや、なんかほら、スポンサーしたくなるよね。スポンサーはね、いや、じゃだったら、これだってこんなのが、スバル部品用品とかね、うん、なんかね、こっから実際お金なんかもらってそうじゃないですか、サポートしてもらって、まあ、本当はね、本当はそんな感じがするよね、はい、あそこなんかちょっとサインがありますけど、あ、サインだ。これは誰のサインなの。これ左側が、うん、辰巳監督。あ、辰巳さん、はい、辰巳さん、STI の総監督、この時の総監督、ね、うん、そう。で、実際会ったの。はい、お会いしました。え、どこで会ったの。プライベートで、あの本庄サーキットの走行会。プライベートで。あと向こう側は誰ですか。が、新井敏郎選手。あ、新井さんも。あー、そっか。いや、嬉しいね。はい、うん、どうでした、新井さんにこの車を見て、何か言ってました。あ、よくやるね、みたいな感じで。よくやるね。その程度。その程度。もう、熱い抱擁とかなかったの。なかったそれ。普通ね、ここまでさ、新井さんに刺激を受けてさ、ね、セクハラだから。いや、でもなんかね、こういうことがさ、ね、また新しくね、うん、レースを応援してくれば嬉しいじゃないですか。まあそうだよね、うん、なんか野球少年みたいなもんだからさ。いや、だけどさ、うん、俺ら的にはさ、おじさん的にはさ、23歳の女の子がこういう車に乗ってるってめっちゃ嬉しい。嬉しいよね、本当そうだよね。もう日本も捨てたもんじゃないの。本当にそうね、うん、今いいよ、富士で練習中です。富士で、はい、マジか。この車じゃなくて、うん、86で今練習中です。あ、本当。もともと実はメーカーの社員で、うん、だったんですけど、うん、メーカーって何の。自動車メーカー。スバルです。あ、うん、スバルの社員で辞めちゃったの。辞めて、うん、今はモータージャーナリストを目指して。ほう、あ、そういうことか。今 YouTube だったりライティング活動してます。あ、えらいえらい。じゃあもう、そうか、もう富士重工にいた時から、はい、それいた時から好きで、もうスバルが入り、スバルが好きでスバルに入って、あ、はい、大学生の時にこれ買ってたんで。スバル愛はすごいね。この車を見ただけで分かるんです、このスバル愛は。会社辞めてもスバルだから、ね。じゃあリクさん、はい、これからの夢を教えてください、はい。これからはモータージャーナリストとして活躍したくて、うん、今の夢はカーオブザイヤーの選考委員になることです。ほう、なるほど。先輩、そうです。なのでちょっと今日緊張して、頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。車の話、番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。